さあ皆さん、今日はモータースポーツジャパンフェスティバルのお台場、大いに楽しんでいただけていると思います。続いてはいよいよ今週末、来週末ですね、F1 日本グランプリが開催されるわけなんですけれども、最新モデルの F1 ホンダ RA108 が走行するという時間になります。こんな間近にですね、F1 のマシン走行というのはなかなか見られないと思いますので、タッサさん、本当に楽しみですよね。本当に楽しみにしてまいりました。めちゃめちゃ楽しみにしてるじゃないですか。本当に楽しみにしてるじゃないですか。去年もね、今年も大変だったんですよ、やっぱり。そうなんですよね。ですので、これからの走行をですね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい。さあ、それではですね、今回このホンダレーシングのホンダ F1 をドライブしてくださいます RA108 のドライバー、早速ですね、ご紹介をして一言ご挨拶をいただいて、そして総合に行きたいと思います。そうですね、はい、本日ホンダ F1 デモ走行のドライバーを務めますのは、ホンダレーシング F1 チームベストドライバーであるルカ・フィリニッシ選手です。どうぞ大きな拍手で皆さんお迎えください。ようこそお越しくださいました。さあ、改めましてステージの方にご登壇をいただきたいと思います。はい、さあ、ご紹介いたしましょう。ルカ・フィリニッシ選手、よろしくお願いします。ホンダレーシング F1 チーム。まずはですね、この会場、日本のファンの皆さんでこれから走る、そんなですね、一言、まあ、意気込みと言いましょうか、印象を聞かせてください。I'm really happy to be here. It's my first time in Japan. I've never been in Japan. And of course, you know, everything is new for me. I'm really happy to be here and spend some days here. And of course, I have to thank Honda for this opportunity because I'm a lucky guy. I can drive a Formula One car and this is amazing. So I have to thank Honda. I have to thank, Japan as well. Welcome.今回ですね、日本来日するのは初めてなんですけどね、まあ、初めてのチャンスというこの場所ですね、ドライブできるエフ1自体ですね、自分にとってもものすごいこう素晴らしい、ドライビングの体験なので、皆さんにもお楽しみいただければと思います。はい。And then I enjoy a lot the very good Japanese food. ちなみにですね、日本の食事とても美味しいので、日本の食事も楽しんでますということですね。はい。じゃあこの後、ホンダファンもですね、たくさん応援に来てますので、素晴らしい走りを楽しみにしてます。Yeah, this is the first time I do a demonstration, so I like rally cars, so I'll try to be, you know, spectacular. またね。このようなドスでですね、エリアでドライブすること初めてなんですけどね、ラリードライビング自分もすごく楽しみなんで、面白いドライビングできると思います。はい、じゃあね、またね、またねと言ってくれました。どうぞ、ルカ・フィリニッシ選手を走っていくと思います。ありがとうございます。さあ、じゃあ、このような総合の準備をね、していただきたいと思います。さあ、まあ、そしても我々ちょっと総合エリアの方に、そうですね、なりますので、僕ら真ん中にいるとちょっと、何喋っていいか分からなくなっちゃいますので、ちょっと場所を離れますが、はい、いやでもね、もう最高の技術を集めて設計され、そして製作されたマシンっていうのは、どこから見ても美しいですよね。美しいですね。ありがとうございますよね。特にあの
昨年からなんですけれども、ホンダはちょっとね、 F1 の中でも今までは何かこうどこかの、スポンサーのメーカーのロゴがこういろいろ踊ってたと思うんですよ、幸いに。今はこのアースカラーと地球をね、こうイメージしたカラーリングが車体に施されているっていうのは、これなんか面白いですよね。そうですね、もう一番最初の時にはこう、あ、こういうマシンがあるんだ、こういうカラーリングがあるんだって驚きましたよね。あっと驚きましたもんね。またチームスポーツの皆さんのウェアも緑ということでアースカラーリングされていて、かっこいいなと。これですから、このまま今度は大週末の富士に行くと、このままみんながそこにもう、そうです、行ってるわけですから。皆さんもちろん本物のチームスタッフの皆さんですね。これがね、ここでお台場に忙しい人が来てくれるというのは、そうなんですよ。本当に改めまして、私が言うのも変ですが、まあ、ホンダをはじめとしてね、いろいろ挑戦していただいた新曲の皆さんとか、そういった皆さんので、ね、頑張り、本当にお礼を言いたいと思いますよ。本当にありがとうございます。星に F1 サウンドですよ、びっくり。これからヘルメットをかぶりました選手なんですが、コックピットにこれから乗り込もうとするんですが、今ね、ステアリング見えますかね。カメラさん、ちょっとステアリングを撮ってもらいます。この今見てください、このボタンの数かわいい。僕だから全くどこに何があって、どこをどれだけ、ワンドッチ、ツーロッチどうするとかって全く分かんないみたい。分からないですよ。ですから今、いかにこの F1 が細かなことをドライバーに要求してたって分かりましたね。そうですね。昔はね、例えば1970年代とか80年代とか、あるいは90年代、 F1 が初めてこの日本に来た頃もそうですけども、腕っぷしの強い選手がね、豪快な選手が結構多かったと思いますけど、最近はとても頭も良くて、そしてスマートな細い選手が多いですよね、F1 ドライバーは。やっぱりウェイトハンディになるからでしょうか。もうやっぱ体はすごい絞ってますね。素晴らしい、繊細で、やっぱりあのスピードの中で状況判断求められますからね。そうですよね。スマート、インテリな選手が多いと思いますよ。そうですね。でもなんかこう、ポキットに一つ一つこういうね、今ね、動作をこう、なんか噛み締めるように言って意識を行ってるかのようなこの準備って緊張してきますね。そうですね。緊張感が高まってまいりました。まあ、今日は一足早い日本グランプリということで、ここにお集まりの皆さんにはホンダミュージックを聴いていただこうかと。あ、楽しみだわ。さあ、どうやら今ヘルメットをかぶったルカ選手が乗りまして、シートベルトも今つけました。はい、はい、そして今あのヘルメットにね、ついてるあの無線なラジオとかを、イヤホンとかもいろいろついてるんですけども、そういったものの回線とその配線をですね、コネクトしまして、あとはあのこれでステアリングをカチャッとつけるとエンジン始動入ってくるんですね。 F1 はもちろんこう、はい、エンジンスタートはボタン1つ。いや、これはですね、今いい質問だと思います。F1 マシンの後ろにですね、ちょっと大きめの、今ですね、道具がいくつか置いてあるんですけど、その道具の一つにスターターというのがありまして、そのスターターを後ろからズボッと突っ込んで、エンジンを強制的に外から回してある。なるほど。それによって、まあ、エンジンに火が入るんですね。普通 の、 皆さん乗ってる車だと火入れてギュッとひねるとエンジンがかかりますけど、それとはまた全く違う。違うわけですね、はい。なんでそこまでするかというと、まあ、1回しか使わないわけじゃないですか。走ってる最初に何回も使うようなものじゃないから、余計なものはどんどんと削ぎ下ろして外して、だから早く走るためだけに設計開発製作されたのがこのレーシングカーですから、究極なマシンなわけですね。本当に究極です。